いや、岸田内閣も東京15区補選もすごいことになってますね。ポン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 。ポンまあそれ以上もね、まあ、今日は時事通信の世論調査っていうのが出ててですね、まあ、それによると岸田内閣の支持率が16.6%で過去最低を更新してるっていうね。時事通信では先月からですね、 1.4ポイント減ってると、だから先月は18%という、まあ、ことだったみたいなんですけども、まあ、やっぱりね、当たり前やなっていうね、これ、事通信も記事のタイトルとしあのつけてるんですけども、内閣支持16.6%、過去最低更新、で裏金処分、軽い5割超と、えー、いうのが事実世論調査という。 そういう記事タイトルなんですけども、まあだからその自民党のね、裏金問題の処分でもですね、やっぱ軽すぎると考え、あの、答えた人が56.4%で半数を超えていると。まあ6割がですね、この裏金議員の処分について軽すぎると6割が答えてるっていうことですから、もうこんな本当に全然ダメだと。 まあ言っていいと思いますね。で、岸田さんはね、あの、この裏金処分が終わった後に、え、アメリカに行ってですね、バイデン大統領と会うっていうことで、まあ昨日から今日にかけてね、昨日の夜中ぐらい日米首脳会談をやったんですかね。まあそれだってね、なんかすごい、なんかその外交の成果みたいなね、あの、まあ記事で、 を書いてるとこもあるんですけども、なんかすごいその岸田さんが、あのー、アメリカで笑いを取ったみたいな、ね、ジョークも言ったりとかしてみたいなね。で、あるいはあの、ビーストっていう、あのー、なんか、 あの、大統領専用の車に乗ってですね、バイデンさんと岸田さんが並んで笑顔で、えー、写真撮ったっていうね、なんかそういうのも出て記事になってましたけども、それはビーストっていう車に、大統領専用車両に乗ったっていうのはすごく異例なことであると。まあ、だから岸田さんはすごいんだみたいな感じで書いてたりす,するんですけど、ニュースではね。いや でも、その裏には何があるねんっていうね。やっぱその、なんていうんですか、このビーストに乗った車代みたいなものとかですね、あるいはそのジョークで笑いを取ったっていうね、その笑わせ代というかですね、その笑、笑笑う人たち、どういう、どういうので呼び寄せたか知りませんけども、あの、それはすごく高くつく、 というかですね、それが僕らに大増税となって跳ね返ってくるんちゃうかっていうね。まあそういう危険性をですね、やっぱ感じなあかんのちゃうのかなと。まあそれはやっぱ防衛増税とかね。これ岸田さんが言うてるわけですから、防衛費のために増税すると。えー、だからそれ、でもさ、アメリカなんか言ったらもう岸田さんなんかもう、なんていうんですか、もう乗客っていうかね、太客っていうか、 お金、いくらでもくれるっていうね。あの、それはなんぼでもいい車にも乗せるしですね。笑いもするやろ、みたいなね。僕はそういう感じしかしないな、っていうね。そのツけが僕ら国民に、あの、税金という形、増税という形で跳ね返ってくると。なんか子育ての支援金もね、なんか年収600万の人からは月1000円取ると。 で、まあ言うたら、年間で言ったら1万2000円ですよね。まあ実質それって増税やろっていうね。あの、だから本当にそのもただでさえ、昨日、あの、円安も進んだとかってね、ニュースも出てましたけども、まあその円安になるっていうことは、その物価国内で、日本国内では物価高になるとえいうことみたいなんで、もう本当に何もかもね、あの、スーパー、 でも物が高くなってね。まあ、ただし、白菜とかキャベツも高いとかね。野菜も高くなってたりとかして。まあ、それは国内の問題かもしれませんけども、やっぱ小麦もね、ウクライナの、あの、ウクライナとロシアの戦争で小麦が高くなったり、いろんなもんが高くなったりしてる中で、まあ、さらに、こう、負担、 彼は僕らに増えるとで。実質賃金は増えてないどころかマイナスだっていうのがこれ国の、えー、統計でもね、最近出てたと思うんですけども、まあほんま偉いことになりますよっていうね。このアメリカ行って、あの、岸田さんようやったみたいなね、まあ言う人は僕はこの、 今日のね、事実費の世論調査でも見て、そんなおらんとは思うんですけども、ただ本当にどんどん日本がひどくなっていくと、国民への負担がどんどん重くなっていくといは考えられるかなと。で、岸田首相っていうかね、岸田内閣の支持も低いっていうことは、まあ言ったらもう、その岸田首相の言うことを、その誰も聞かないと。 まあの自民党の議員だって、与党の議員だってそうかもしれませんけども、官僚だってですね、そんな言うこと聞かへんから、官僚の好きなようにするということになって、結局はね、もうアメリカとかの、まあ、なんていうんですか、こう、まあ、言いなりみたいな、このものがさらに強くなっていくんちゃうのかな、みたいなね。本当、行政も僕はひどくなっていくと思いますね。うん、まあ、岸田さんもね、本当、このバイデンさんとコに ニコニコしてるぐらいですから、本当に僕は、もう全然期待できないなっていうかね、えー、岸田さんとしてはこのバイデンさんとの日米首脳会談でこの活路を開こうみたいなね、考えあるかもしれませんけども、いや、それが、 どういう方向に行くか、といえば増税とか負担が重くなるっていう方向に行くしか考えられないなっていうふうに、まあ僕は思いますけどもね、一つも良くないなと。で、まあ、えー、g 通信のこの世論調査でもですね、自民党の政党支持率も、えー、先月17.7だったのが、4月は15.3%と、2.4ポイント下がってるんですよね。 まあこれもやっぱりね。そのちょ 呂金でいうその衆院補選、三補選ありますけども、えー、島根一区、長崎三区、東京十五区補選ね。まあ、これも本当に、ま、自民党の支持率が下がるっていうことで、自民党の得票も下がるとで。特に自前の候補を立てているのは島根一区だけなんで、本当ここは本当野党のね、亀明子さん、立憲民主党ですかね。まあ、本当にま、チャンスかなと。まあ、ただでさえ自民党はその島根一区は厳しいと。 えー、情勢調査でもですね、10ポイントから、えー、12から13ポイント差を差つけてるっていう差、調査も出てるみたいなんでね。うん。ま、あ本当あのー、まあ、これ野党にとってはチャンスだと思いますね。まあ、隣のね、あの、韓国ではですね、総選挙で、えー、今の与党ですよね、えー、あの、が、あのー、大敗したと。えー、野党っていうかね、共に民主党っていうのが、えー、 過半数値から170議席を獲得したんですかね、まあまあ、それぐらいの、まあ日本ではどうなんかなと、今ね、立憲民主党も、まあ、言うても、あの 今回の支持率、えー、政党支も3.8%ということで、先月からちょっと下がってて、維新との、維新よりかろうじて買っているんですけども、0.3ポイントぐらいしか維新との差が開いてないということで、まあなかなか難しいというのはあると思うんですけども、ただ勢いはつけてほしいなっていうふうに思いますね。まあそのためにもやっぱ東京15区補選の動きっていうのが、もうこれね、ほんとまあ、島根一 長ただでも東京中区補選がどうなのかなと思ってたら、まあ都民ファースト、ファーストの会ですかね。都民ファーストの会の国政政党ファーストの会から乙武さんが出ると、え無所属でっていうのもね、もうこれもどうかなと思うんですけども、ただ乙武さん、 が、えー、最初はですね、自民党も公明党も、あまあ、あるいは国民民主党もね、推薦しようかっていう動きがあったのに、昨日は国民民主党が推薦を見送ると、まあ、いうのはこれ毎日新聞に出てですね、もう、あの、告示まであと6日、 え、いつかですから、もうそら決めとかなあかんわけですけども、自民党もどうすんのかっていうと、やっぱ自民党も音竹さんの過去の女性問題とかで、えー、反発が大きくて、えー、自民も見送りもみたいなね、そういう報道が昨日から今日にかけて、共同通信とか出てて、まあ、その前からもやっぱりちょっと音竹さんの、まあ、過去の女性問題で、あのー、あの、 戸惑っていると。で、公明党なんかは非常に厳しいと。たけさんの女性問題でね。っていうのが出てて、まあ、公明党も、ま、何の動きもなさそうなんで、今のところ、ろやっぱり自主投票に近いのかなと、今のね、もうわかりませんけど、まだね、数日あるんであれなんですけども、ただ、でもやっぱりね、あの、いや、に、あの、まあ、これは、まあ、ようわかりませんけども、本当におとにけさんが、 まあ、あの、当選に絡むかどうか、以前の問題ぐらいになってきてるっていうのもなんか一部でね、なんか囁かれてるみたいで、だから国民民主党がね、まあ自民党が推薦したら国民民主党は、あの、推薦しないとか言ってたんですけども、それより前に昨日は国民主党が、えー、推薦を見送ったという報道が出てですね、だからなんでかなっていうのもちょっと思ってたんですけども、やっぱり乙武さん、 が、その、勝つ、当選に結びつくっていうのはかなり厳しくなってんのちゃうのかなっていうのが、まあ、伺えるかなと。で、やっぱ、ファーストの会ということで、小池、えー、都知事とね、一緒に乙武さん並んだポスターとかも、なんか、会見の時出してたんですけども、ただ、小池都知事も学歴詐称疑惑っていうのがまた再燃してきてると。 まあ、いうことで、乙武さんの会計にも出なかったと、えいうのがあるんちゃうかという指摘もあったりとかして、小池都知事に関しての環境も厳しくなってきているっていうのもあるんちゃうのかなと。まあ、そういう意味ではね、まあ、これも、それは、あの、わかりませんけれども、立憲民主党共産党が一本化して、坂井夏美さんね、江東区長生にも出た、え坂井夏美さんがですね、もいけそうなんちゃうかっていうね、 の本当に、あの、ほんで、乙武さんがもう、ほんと、なんかもう、かなり厳しくなってるんちゃうかっていう、あの、 なんつうか、まあ、情勢的にですね、そういうふうに、まあ、じゅ、まあ、ご状況から見てもそうなってきてるんちゃうのかなっていうのが言えるかなっていうのは、まあ、思いません、ね。まあ、そういう意味では、あの、坂井夏美さんをね、応援する立憲とか共産、ええー、もですね、まあ、あ本当かなり力を入れたらいいんちゃうのかなって改めて思いましたけどね。 これ、東京15区補選っていうのは、まあ、単に衆院補選っていう意味合いだけじゃなくて、衆院選の前哨戦っていう意味合いだけじゃなくて、まあ、7月の東京都知事選の前哨戦っていう意味合いもね、まあ、これ、まあ、たきさんがファーストの会の副代表ということで、あの、出るということですから、まあ、そういう意味でも都知事選の前哨戦にもなるんちゃうのかなと。 いう意味でも野党はね、ここは本当はもうアクセル思いっきり吹かしてね、あの、選挙戦やったらいいんちゃうのかなと応援する人をね、どんどん増やすとか、著名人とかね、いろんな人、あの、都知事選にね、あの、名乗り上げた野党共党から出たいと言ってる男性がいるってね、あの、立憲民主党手塚さんが言ってたみたいですけど、 まあその人だってね、この今回の15個補選の応援に回ってもらうとかね、知名度はあるっていう方みたいなんで、まあ、それも考えたらいいんちゃうのかなと思いましたけども、まあ、やっぱりどう考えても、岸田内閣の支持率も、えー、まあ、上がらんやろうなっていう感じしかしませんしね、まあ、中国補選も本当に意外な方向に行ってるなっていう気がしますね。チャンネル登録よろしくね。